はい、どうも、寺子屋サリー、寺子スタでございます。今回もですね、受験英語をやっていこうかなと思っております。今回はですね、確率性を表す形容詞について、お話ししたいと思います。確率性を表す形容詞の特徴といたしまして、無生物主語なのか、人主語なのか、そして that なのか、to do なのかというところをですね、見ていくことが必要になってきますよというところでございます。主語の性質と形容詞の後に何がつくかで言い回しが変わりますよというところを意識して見ていただきたいなと思っております。手話に関してですね、これ形容詞ですね。確実性を表す形容詞、手話でございます。人主語 is 手話 that ですね。これはですね、主語自体がですね、何々であることを確信している。行動する人自体がそのことを確信しているっていう形になります。下もですね、人主語 is 手話 to do の場合ですね。この場合はですね、第三者視点で、主語がきっと何々するだろうみたいな、そういうイメージを持っていただければなと思います。第三者視点でイメージしていただくっていうのが to do になります。主語自体がですね、こう確信しているっていうものに関しては、ザットを使うというふうなイメージを持っていただければなと思います。で、手話で一番注目してほしいのが、主語が人主語であるというところですね。イメージしていただきたいなと思います。はい。いいですね。サーテインでございますね。サーテイン。人主語 is certain to do。ね、to do は、第三者が、S が何々するということを確信しているということですね。はい。まあ、そういった第三者視点のイメージを持っていただければなと思います。で、人主語 is certain that。これがですね、主語が何々であることを確信しているということですね。that 以降の主語が、何々であることを確信しているということですね。はい。覚えていただければなと思います。で、最後ですね、It is certain that ですね。It が入っているということなんで、これは人ではなくて物事が何々であることを確信しているというところでですね、一人称なのか、第三者視点なのか、そして物事が視点なのかというところでですね、言い方が分かりますよというところでございます。で、穴埋めの問題とか出てくるのが、この主語が人の主語なのかっていうのと、事物ですね、物事の主語なのかというところが問われますので、ざっと両方とも使えますよねって言ったときに、人主語なのか人主語じゃないのかっていうところで、意味は同じなんだけども、そこに入る主語が違うとかね。で、主語が it なのか、それとも人主語、人称代名詞なのかっていうところによって、certain を使うのか、手話を使うのかっていうところでですね、分かれてきますので、まあ、そういったところもですね、意識してですね、形容詞の問題解いていっていただければなと思っております。で、英文を作れというものに関して、あれ、こっち手話なんだっけな、サーテインなのかなって悩むところがある場合は、主語をまず見ると。で、主語はどれ、it だけなのかとか、認証代名詞だけなのかとかね、そういうところも見ていくというふうにしていただければなと思います。ということで、今回はですね、確実性に関する形容詞についてお話しさせていただきました。次回はですね、サッチっていうね、特殊なですね、形容詞のお話をしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。